静岡岩センター、長泉町は、静岡県寸東郡に属する人口約4.3万人の町。三島市と沼津市の間に位置し、工場の多い工業の町である。近年急速に宅地化が進む。長泉町は、静岡県の東部、富士山の南東、伊豆半島の付け根の位置にある町である。 駿河国の最東部に位置する市町村の一つであり、伊豆国の区域である三島市に東方で接する。町域は南東から北西にかけて長細い形であり、足高山を北西に抱く。狩野川の支流である木瀬川は町域を北から南に横切った後、町の西側の境界として沼津市大岡地区との間を流れる。南東部には 寸東郡清水町の市街地及び双子都市である三島市と沼津市の両市街地をつなぐ一続きの市街地が形成されている。また、東レの三島工場や共和発行キリンの医薬研究センター、特殊東海製紙の三島工場などの工業施設も集中している。新幹線の停車駅である三島駅は三島市の長泉町との境界近くに位置しており、 町の南東部では、御殿場線の長泉なめり、下戸狩り、大岡各駅とともに、町内へのアクセス駅となっている。このうち、かつての三島駅であった下刈り駅は、町役場の最寄り駅であるなど、長泉町を代表する駅であるが、現在の三島駅と、直線距離で 1km 程度しか離れていない。 技能五輪国際大会の開催を控えた2007年10月31日には、シャトルバスの走れる道路として、三島駅北口と下元刈り駅と、ほぼ直線で結ぶ、長泉町道下刈り文京線が全線、開通した。これにより、新幹線を利用した、東京などへのアクセスが向上したほか、翌年に、長泉町から移転した三島町寮高校の、所在地でもある、 三島市分郷地区との交通も便利になった。北部は、裾野市とのつながりが強く、町内にある長泉なめり駅は、裾野市南部の最寄り駅ともなっている。北西部は、駿河平と呼ばれる高原であり、クレマチスの丘、静岡サッカーミュージアムなどの観光施設が立地する。他、静岡ガンセンターを中心として、ファルマバレーと呼ばれる医療をおび、 医療工業の先進施設が集中した地区が形成されている。この地域には片側2車線の国道246号、裾野バイパスが通り、町内唯一の高速バスの停留所である南一式バス停が設置されている。2009年7月27日には伊豆重間自動車道が完成し、町内には長泉ジャンクション及び長泉インターチェンジが共用された。 2012年4月14日には新東名、高速道路が開通し、町内に長泉沼津インターチェンジが強用されている。1889年、村制の施行により、小泉村の一部と大岡村の一部を一村として、長泉村が発足した。長泉の名称は、大岡村の長久保地区から、町のあざ、小泉村から、泉の字を取って合成した。 合成地名である。昭和30年代、三島市との合併が一度決定したが破断した。1960年、長泉村は長泉町となった。三島市にある三島郵便局の区域である。下戸狩駅東海道本線も通っているが駅はない。東名高速道路も長泉町を通っているが町内に インターチェンジやジャンクションは存在しない2009年3月31日までは、同社と JR バス関東の共同運行路線であった。ゴルフ場クレマチスの丘、ありがとうございます。